てめえには金の匂いがしてから助けに来てやったのによ。どの腕叩きってのか。うるせえ。なんだと。よせ。何？ガキが俺様に差し出せ。10年早いんだよ。黙れ、殺すぞ。これ殺してみろ。やめろ。逃げる方法を少しは考えろ。何？おい、おい、早く開けろ。どうした？こいつ死にそうだよ。何？死んだら資源たちのことは聞けねえぞ。よっしゃ、手錠のガキがねえ。どうした、何かあったのか。行くぞ。闘牛の野郎、手錠なんてつけやがって。左だ。よし、向こうだ。合わせて止め。よっしゃ、行くぜ。右だ。次は左だ。よし、向こうだ。次は右だ。合わせろよ。よっしゃ、行くぞ。やつら上だ。やべ、来やがった。おい、あの部屋だ。腹減ったな。夜が明ければ諦めるだろう。我慢しろ。ガキが偉そうなこと聞くな。誰のせいで。クソガキか。もうダメだ。なんだ。出ろ。よせ。まだ奴らが。バカ野郎、性分だ、性分。あのな、誰か来る。どうする。強行突破だ。よし、行くぞ。おら、行くぞ。よし、こっちだ。おい、俺様の言う通りに走るんだ。こっちだ。よし、向こうだ。右だ。左だ。よし、よっしゃ、行くぞ。飛ぶぞ。よっしゃ、行くぞ。次は右だ。俺様に譲れ。そうそう、俺様には道を譲ること。譲ったつもりはない。左だ。よし、向こうだ。くそ、閉まってる。こんなボロ扉蹴りゃ一発だ。よし、俺様の掛け声に合わせろ。分かった。せーの。よっしゃ、行くぞ。どうした。おい、今何か音がしたぞ。おい、ドアが壊されてるぞ。この辺にいるはずだ。探せ。しつけ野郎たちだぜ。どうした。見ろよ、扉だ。階段、上に通じてるみてえだな。行こうぜ。
屋上か。ここで朝を待とう。足ずすんなっつってんだろ。声が大きいぞ。北斗七星か。少し休んだ方がいい。うるせえ。てめえとはもう関わらねえ。もう修験達も金もいらねえ。あだうちはてめえで勝手にやりな。最初からそのつもりだ。だいたいてめえの敵ってのはどこのどいつなんだ。乱帝だ。乱帝、乱帝、死ぬもんのか。知ってるのか。ああ、やべえ組織だ。知ってるなら教えろ。修験達は何者なんだ。香港のボスだった男さ。今は落ちぶれたらしいがな。じゃあこの法王教のことは。法王教、もう一枚竜の鏡もあった。だがそれは乱帝に奪われた。乱帝が竜と法王一対の鏡と死ゆうもんか。やべえ、裏がありそうだな。また金の匂いがプンプンしてきたぜ。おい、とにかくこいつをなんとかしないと拉致が開かねえ。夜が明けたらアジトに戻る。それまで一眠りだ。ああ。